新年明けましておめでとうございます。スタイリストの大山俊です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今年もですね、皆さんに喜んでいただけるようなファッションの情報をですね、どんどん出していきたいなと思いますので、ぜひお楽しみいただければなと思います。ということで、新年一発目のですね、動画なんですが、ユニクロで新春買うべき服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まだまだですね、寒い季節は続くわけなんですが、新しい1年の始まりということで、ユニクロですね、僕たちにとって最も身近なユニクロのですね、春の新作の中で大人の男性におすすめしたいものをですね、今回は5つご紹介をしてみたいなと思っています。まあ、どのアイテムに関しても春物ではあるんですが、結構ですね、今の段階から重ね着のベースとして使うことができるので、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら、ユニクロの店舗でですね、それぞれのアイテムに触れてみたり試着をしながらですね、着こなしの中に取り入れていただきたいなと思っています。早めの春物って結構新鮮な気持ちになるんですよね。意外と今回ご紹介するようなアイテムというのは、秋冬にはないようなちょっと華やかな色合いのものも多かったりするので、そういったものを今時期から少しずつミックスすることで、また違った見え方もするかなと思うので、よかったらぜひ皆さんも参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的にユニクロの新春のアイテムの中で特にお勧めしたいものをですね、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、こちらにもありますミドルゲージモックネックセーターかっこ長袖ですね。価格が2990円ということで、相変わらずユニクロ価格ということで非常に買いやすいですね、プライスになってるかなと思います。まあ、毎年ですね、新春になるとこのあたりのアイテムは出てくるんですが、やっぱり使いやすいアイテムであることは間違いがないかなと思います。まあ、ユニクロにはいろんなアイテムがありますが、ニットというのは結構狙い目ですね。デザイン的にもオーソドックスで使いやすいですし、品質もすごくバランスが良くてチープに見えることがないんですね。ですので、ユニクロニットはコストパフォーマンス最強だと思うんですが、その中でもこちらのですね、ミドルゲージモックネックセーターに関しましては、まあ、春らしいライトな雰囲気なんですね。素材もですね、すごい重たさがあるというわけではなくて、すごく軽くですね、着ていただけるようなずっしりとした重みのないようなニットになっています。で、厚みなんですが、中肉厚ぐらいですね。そこまで厚すぎず薄すぎずというちょうどいいバランスになっているんですね。まあ、これぐらいのニットというのが一番厚み的には使いやすいなと思います。もちろんジャケットの下に着るにはちょっとだけ厚いかなとは思うんですが、ギリギリ収まるぐらいですね。緩めのサイズ感のジャケットやセットアップの内側には取り入れることができるかなと思うんですが、基本的にはこの上にダウンですとかコートを着ていただくような形で運用してもらうのがいいんじゃないのかなと思っています。で、サイズ感はですね、すごくオーソドックスなんですね。まあ、着た状態こちらぜひ見ていただきたいなと思うんですが、割とジャストサイズ目の仕上がりになっています。僕の場合、身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、普段 M を選ぶことが多いんですね。ただ今回は L サイズを購入しました。それでも決してこう GU とか、まあ、トレンド感のあるブランドに比べるとそんなに大きい感じはしないので、ワンサイズアップしてあげるのもいいのかなと思うような、そういったサイズ感になってるかなと思います。まあ、ポイントはですね、やっぱり襟周りですね。このあたりがモックネックということで高さがあるんですね。ですので、この冬に着ていただいても首元暖かいですし、今時期下でも活躍してくれるような、そんなアイテムになっているかなと思います。で、モックネックって結構襟が高いので首元へのフィット感も高いんですね。そうすると首元がだらしなく見えることがないので、個人的にはモックネックって大人の男性にはすごく似合いやすいかなと思います。まあ、首元のシワとかそういったところを隠したいっていう方なんかにも非常に使えるアイテムなので、まあ、ぜひチェックをしていただきたいところかなと思います。で、カラー展開結構豊富なんですね。5色ぐらいあるんですが、僕はですね、ブルーもすごくいいなと思ったんですね。まあ、ネイビーよりも明るめで、すごくこう華やかさもあって、ちょっと色の混じりを感じるような素晴らしい配色だったかなと思うんですが、今回はやっぱりちょっと春らしさということでグレーを選んでみました。まあ、グレーの中でもライトグレーなので、ホワイトほどは明るくはないんだけども、ミディアムグレーよりはちゃんと明るさがあるので、着こなしの中でもちょっとした明るさを取り込むことができるので非常に便利かなと思います。ブラックだとかネイビーだとか、そういったダウンだとかコートの内側にもすごく合ってくるかなと思うんで、これ一着あるとすごく便利じゃないのかなと思います。まあ、あぜ編みと言いましてね、こう縦に走るようなラインを感じていただけるかなと思うんですね。こういった縦長の印象です。
ですね。まあ、そういったところもすっきりと見えるので、非常に使い勝手のいい一枚になっていますので、まあ、ぜひ皆さん、春のニットではあるんですが、今時期からもガンガン使えますので、こちらチェックしていただければなと思っています。はい、続いて二つ目のアイテムなんですが、これまたですね、今時期から使えるアイテムなので、まあ、ぜひ皆さんにもご紹介したいのがこちらですね。エアリズムコットンクルーネック T シャツのカッコ長袖ですね。まあ、こちら待望となるような商品だったかなと思うんですが、ようやくリリースされました。価格は1990円ということで、相変わらず買いやすい価格帯になっています。まあ、このエアリズムコットンクルーネック T シャツといえばですね、夏場にですね、もう散々流行ったアイテムで、もう街歩いててもですね、この T シャツ着てる人がめちゃくちゃ多いんですね。僕もですね、発売された当初からいろんなカラーを買ってきたんですが、さすがにですね、街に溢れ返ってるので、最近ではあえて着なくなったぐらいですね、まあそれぐらい浸透してきてるような名作の T シャツかなと思います。表面の質感もすごくいいし、サイズ感もですね、袖丈が長めでワイドめのサイズ感ということで、まあ今っぽさっていうのがですね、T シャツ1枚でもちゃんと表現されているので、まあ非常に使い勝手のいい T シャツなんですが、まあこれをですね、秋冬バージョンとして長袖バージョンということで発売されたのが、まさにこちらの T シャツになるんですね。これ昨日行って買ってきましたが、まあ使い勝手非常にいいんじゃないのかなと思います。まあ生地の厚みもですね、そこそこあるんですね。薄すぎることがないので、白を選んでますが、透け感はそこまで強くないかなと思います。まだタグ切ってないんですが、どうでしょうか、透け感。まあ多少は透けますが、ただ他の T シャツに比べると、そんなに透けないと思いますし、首元のフィット感ですね。このあたりもしっかりと詰まっているので、だらしない感じもしないところも、なかなかバランスがいいかなと思います。で、正直ですね、半袖の T シャツに比べると、エッジがですね、削がれてる感じがします。半袖の方は袖がちょっと長めなので、1枚でも様になる感じがして、割とこう特徴的な T シャツだったかなとは思うんですが、ロング丈になるとですね、割とベーシックで使いやすいなという感じの雰囲気になっているので、これはこれですごくいいんじゃないのかなと思います。肌触りもいいし、微光沢の雰囲気もいいし、この T シャツが2000円しないで買えるというのは、やはりありがたいポイントかなと思っています。僕はちなみにですね、こちら M サイズを購入しましたが、サイズ感は、まあ、M サイズでもそんなに大きすぎることはなくて、もう1サイズ上でもいいかなと思うぐらいのサイズ感でした。ただ僕はあえて M サイズ選んだのには理由がありまして、ロンティってどのように着るかというと、基本的には重ね着のベースなんですね。まあ、先ほどご紹介したようなニットの内側に着るだとか、そういった形でレイヤードを組む際にですね、このような丸首の T シャツを着るんですね。あとはこのようにですね、僕はスウェットで合わせたりなんかもするんですが、まあ、その時にですね、襟元からちょっとこう白 T が覗くのもいいかなと思うので、やはり襟元の締まり感といいますか、ここがあまり開きすぎない方が僕はバランスがいいんじゃないのかなと思います。そして重ね着をする際にサイズ感がでかすぎると、内側がちょっとこうもたつくので、まあ、サイズ感は、まあ、ベーシックなちょうどいい M ぐらいにしましたが、まあ、このあたりもですね、ハマりは良かったんじゃないのかなと思います。で、カラー展開もまあ一応豊富になっておりまして、これ6色の展開になってるんですね。ただですね、結構なんか写真ではグリーン系も良さそうかなと思ったんですが、実物見るとまあどう使おうかなっていうところがちょっと悩ましいところだったんですね。まあ、ロンティーを僕はメインとして使うことはないと思うんですね。やっぱりすごくベーシックでシンプルなので、これ1枚で様になるかというとなかなかですね、そういう感じのアイテムでもないのかなと思います。ですので重ね着のベースですね、この上にニットだとかスウェットだとか、あとはパーカー着たりだとかっていう時のベースに使うにはやっぱりホワイトが一番使いやすいんですね。まあ、ちょっと見えた時にも軽快で爽やかな雰囲気が漂うので、まあ、なかなか雰囲気いいんじゃないのかなと思います。まあ、横から見るとね、このスリットが入ってるんですよね。このあたりの雰囲気なんかもすごくバランスがいいので、まあ、これは1枚持っておいて、まず間違いがないアイテムなのかなと思います。まあ、ヒートテック着て、ロンティー着て、その上にニット着てっていう感じのレイヤーを組めば、かなり暖かいと思うんですね。なので、こちらの T シャツも冬の着こなしのベースとして今から使えるので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これはですね、まだ発売になってないんですが、まあ、ぜひ皆さんもですね、頭の片隅に置いといていただきたいアイテムかなと思うんですが、ユーティリティジャケット、カッコデニムですね。こちら、なかなか雰囲気がいいので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。価格が4,990円ということで、めちゃくちゃ買いやすい価格帯ですね。まあ、ユーティリティジャケットというとですね、ミリタリーテイストのアイテムなんですが、戦闘服兼作業服、ということでですね、まあ調べると出てくるわけなんですね。まあ最近ではこのようなですね、アイテムって結構カジュアルシーンでもですね、使われていることが増えているんですが、まあ割とですね、カバーオールみたいな形にもすごくデザインが近いので、まあそういった文脈で捉えてもいいんじゃないのかなと思います。僕もですね、よく動画の中でデニムのカバーオール着てますよね。それ着ると結構いろんな方からどこのブランドのやつですかって聞かれるんですが、まあ僕自身ですね、デニムのカバーオール大好きで結構何パターンか持ってるんですね。で、すごくですね、色落ちの雰囲気だとか、そういったところも含めて気に入ってるんですが、まあ、ちょっと凝ったものだと値段決して安くはないんですね。僕が愛用してるものはアプレッセというブランドものなんですが、確か結構4万円ぐらいしたと思うので、下手すりゃユニクロのもののですね、10倍ぐらいの価格帯になってしまうんですね。なかなかそこまで行くと気軽に使いやすいものではないので、まあ、ユニクロですね、こういった UTT デニムジャケットを活用していただくと、すごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ色もですね、程よく落ちていて、ヴィンテージ感がちゃんと表現されてるんですね。このあたりの色の出し方なんですが、やっぱりユニクロは年々レベルが上がってきていて、昔に比べるとペタッとした感じがないというか、奥行きも含めて表現されるようになってきてるので、まあ、かなり仕上がりはいいんじゃないのかなと思っています。おそらく去年もですね、似たようなアイテム僕も買ったと思うんですが、非常に使いやすくて何度もご紹介したと思うんですね。まあ、さらにアップデートを加えながら今年、よりカバーオール感というところが強まった形になっていまして、まあこれは間違いなく名作になるんじゃないのかなと思います。発売したらすぐに買って皆さんにレビューしたいなと思うんですが、カバーオール意外と使いやすいです。まあ単体で見ると結構カジュアルに見えるんですね。まあこのカバーオールをベースにしながら、もうちょっとウール素材で上品にみたいなアプローチも最近は増えているんですけども、これはデニム素材なのでかなりカジュアルです。ですので内側に着るものは、例えば先ほどのライトグレーのニットなんか合わせたりして少し綺麗めな方向に振ってあげて、あとボトムスはブラックのイージーパンツですね、タックワイドパンツだとかスマートアンクルパンツで色を引き締めてあげれば結構大人でも似合うんですよ。僕たち30代後半とか40代以降の方でも意外と似合うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、 UTT ジャケットこのデニムバージョンは試していただきたいですね。僕も大好物なアイテムですし、まあ、ポケットの付け方形も含めてめちゃくちゃ完成度が高いと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、またアウターになるんですけども、これもちょっと今までのユニクロの通常ラインには見ないような雰囲気で、僕は結構気になっているんですが、こちらですね。ウィンドプルーフスタンドブルゾンというアイテムですね。価格が5,990円ということで、まあ、ユニクロっぽくないですよね。こういったアイテムって今までなかったんじゃないのかなと思います。どちらかというと、僕の印象ではユニクロのインラインというよりは、ユニクロ U でこのようなアイテムってよく見るので、これなかなかデザイン的にもかっこいいんじゃないのかなと思っています。まあ、いわゆるですね、短めの丈のアウターなんですね。ロング丈のアウターに比べるとスッキリとした足さばきのいいようなアウターになっていて、襟元はスタンドカラーで、まあ、ちょっとボリューム感があるような仕上がりになってるんですね。そしてちょっとこう丸みのあるようなシルエットで、裾部分はですね、絞れるようなバランスになっていまして、そのあたりも今のトレンド感をうまくミックスしたような非常にバランスのアウターになってるかなと思います。これ意外性がありましたね。で、カラー展開が3色になっていまして、結構ですね、困るのがどれもいいんですね。捨て色がないと言いますか、割とユニクロのアイテムって多色展開だと、まあこの色だよねっていうのが分かりやすく僕の中では選びやすかったりするんですね。迷っても2色とかで迷うことが多いんですが、まあ、どの色もいいんですよね。まあその中でも結構ブラウンですかね。まあブラウンというとちょっとこう秋冬っぽいイメージもあるかなと思うんですが、もうちょっとベージュを煮詰めたようなブラウンで、そんなにこう冬の感じが強く出ないような色合いになっているので、
これ品があっていいなと思いました。本当にユニクロ U っぽいんですよね。これボタンで留めるような着方もできるので、まあ、こちらの写真では上の部分だけ留めていますが、そんな着方もすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。あとはですね、結構オフホワイトみたいなものもバランスいいなと思うんですね。結構すでにですね、スタイルヒントの投稿スタイリングの方ではですね、いろいろと出てきているんですが、流星さんのですね、オリーブ系のパンツと合わせるようなスタイリングもすごくいいなと思いますし、結構女性なんかはですね、こちらのオフホワイト着てる方いらっしゃるかなと思うんですが、春っぽいなんか清潔感だとか爽やかさみたいなところが表現できるし、意外とブラックだとかグレー系のパンツとかも相性が良かったりするので、ホワイト系のアウターも使いやすかったりするんですね。で、価格帯も6000円ぐらいなので、これぐらいの価格帯でトライできるのであれば、僕は選んでみるのもすごくいいんじゃないのかなと思います。結構男女兼用で使えるようなアイテムですね。まあさすがに今時期だとまだ寒いので、この上にロング丈のコートを着て重ね着をしたりだとか、まあそういった使い方をすれば今時期から使うこともできるんじゃないのかなと思うんですが、なかなかですねバランスのいい仕上がりかなと思っています。まあもちろんですね、定番的なブラックもいいし、ちょっとこうオリーブのですねミリタリー感あふれる感じもいいので、色のバリエーションも含めてなかなかですね名作になってくるんじゃないのかなと思います。ちなみに昨年2023年の秋冬にもユニクロ U で似たようなアイテムがありましたが、それもね結構使いやすくて、ワンマイルウェアだとか、あとはキャンプのシーンなんかでもガンガン使ったんですね。まあその流れを組むようなライトなアウターということで、これ値段も含めてすごく使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はボトムスに行ってみましょうかね。こちらですね、リラックスアンクルジーンズワイドフィットですね。こちらなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。価格が3990円ということで、まあこちらも1月中旬発売ということで少し先になるんですが、まあぜひ皆さんも頭の片隅に置いておくといいんじゃないのかなと思います。カラー展開3色になっていまして、オフホワイトと、あとはですねグレー、そしてちょっと色落ち感のあるブルーという3色なんですが、僕がおすすめしたいのは01のオフホワイトなんですね。これはですね、結構僕の中では、まあ、ようやく出てくれたなという印象がありまして、まあ、ユニクロのボトムスって割とこうスタンダードなものも多かったりするんですけども、まあ、ワイド感のあるパンツもちょこちょこと最近増えています。でワイド系のデニムもあったりするんですけど、意外とですね爽やかなホワイト系のパンツで、そしてワイド感のあるものってなかったんですよ。まあこれがですね、出てくれたらありがたいのになぁとずっと思っていたんですが、ようやくリリースされるタイミングがやってきました。まあ白パンってやっぱりこう今秋冬ですけども、まあこの時期でも使うことができるし、春先にも使うことができて、着こなしの中に明るさを出せるので結構あると便利なんですね。ですが白パンで細身だったりするとやっぱりコンサバ感が強くなってしまって、ちょっとこう今っぽく見えないなというところもあったりするんですね。まあどうせ白パン履くのであればキザっぽくなりすぎないように適度にゆとりが欲しいなと思うんですけども、そのあたりをうまく取り入れたような、まあもも周りにはゆとりがあるんだけども、膝から下に関しては少しですねテーパードが効いているので、そんなにこうだらしなく見えすぎないんですね。まあユニクロのワイドパンツというのはそこまでワイドじゃないんですよ。なので、まあ、あくまで軸足はベーシックなので、そこを軸足にしながらのワイド感なので、程よい太さなので、これぐらいだったら大人男性にも使いやすいようなフィッティングになってるかなと思います。で、色は真っ白じゃなくてオフホワイトということで、まあ、適度に自然な色の雰囲気も出ていますので、これは使い勝手いいんじゃないでしょうかね。まあ、3990円で、しかも丈も最初から少しアンクル丈で突っ切り目になってるので、裾上げしなくてもそのまま履くことができるので非常に使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、ちなみにグレーですね、色落ち感のあるグレーもなかなかこれまたこなれていていいんじゃないのかなと思います。僕はどっちもあってもいいかなと思うので、それぞれですね、試着をしながら買い揃えていきたいなと思います。サイズの展開も XL から 4XL まであるので、ここまで買いやすい価格帯で程よいシルエットの白デニムっていうのは見つけるのなかなか難しいかなと思うので、めちゃくちゃ推したいアイテムですね。これ本当に冬の着こなしすぐに取り入れて使うことができると思います。まあ、真夏以外の3シーズン使えるのがこのあたりのボトムスの良さではあるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では新春一発目の動画ということで、ユニクロの春の新作の中から5点厳選して皆さんにご紹介させていただきました。まあ春物という括りではあるんですが、今時期から使えるものも結構多かったんじゃないのかなと思います。ニットも今から使えるし、ボトムスで言うとホワイト系のデニムとかグレー系のデニム今から使えます。ちょっとアウター系に関しては春っぽさの漂うものなので、もうちょっと先にはなってくるかなと思うんですが、このあたりも例えばユーティリティジャケットの上にロング丈のコートとか着ちゃうと、これまたかっこよかったりするので、重ね着のパーツとして使えば今時期からもですね活用することができるので、まあなかなかですね、どのアイテムに関しても使いやすいんじゃないのかなと思います。まあこの中でもやっぱり一押しはユーティリティジャケットデニムですね。これ出たらすぐ買いますので、皆さんに改めてレビューができればなと思っています。まあすでにねスタイリング事例という形でですね、いろいろとスタッフの方着てる画像もあります。それらを見てもやっぱり仕上がりはなかなか良さそうなので、めちゃくちゃ楽しみにしています。まあぜひ皆さんもですね、今回ご紹介したアイテムですね、店頭で見ていただいて気に入ったものがあったら買い揃えていただければなと思っています。まあこれからもこちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っていますが、まあ普段の動画の中ではなかなか扱うことがないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて1本ですねライブ配信をやっています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて写真と文章ベースで、だいたいですね2分ぐらいで読めるような分量で、おすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をですね最速でお届けをしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。それだけではなくてですね、参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、よかったらこちらも気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。